マッティアデシリオは、イタリアロンバルディア州ミラノ出身のサッカー選手。セリエ A ユベントス FC 所属。イタリア代表。ポジションはディフェンダー。10歳の時に AC ミランの下部組織に入団。プリマベーラ時代の2009から10シーズンには、コッパイタリアプリマベーラ優勝を経験し、年代別のイタリア代表にも選出された。2011から12シーズンには、 マッシュミリアーノ・アレグリ監督の下、トップチームに登録され2011年9月28日の UEFA チャンピオンズリーグ FC ビクトリアプルゼニ戦でデビューを飾る。翌2012年4月には AC キエーボ・ベローナ戦でセリエ A 初出場をした。2012から13シーズンからはかつてのミランで右サイドバックとして活躍したマウロタソッティ。 カフーがつけた背番号2番を受け継いだ。以降レギュラークラスのサイドバックとして出場機会を得ていた。2015年5月3日に行われたセリエ A 第34節、ナポリ戦ではペナルティエリア内でマレカハムシークを倒し、開始43秒で退場処分を受けた。これは1999年12月12日のレッチーナ戦で、 カリアリの FW ルイソー・リベーラが記録した開始50秒での退場を更新するセリエ A 最速退場記録となった。2017年7月20日、ユベントス FC へ移籍金1200万ユーロボーナス50万ユーロでの移籍が発表された。契約期間は2022年までとなっている。背番号はミラン時代と同じ2番。2020年10月5日、オリンピックリオンに レンタル移籍した。U-19、U-20 イタリア代表の経験を経て、2012年4月には、スコットランドとの親善試合で、U、U-21 代表デビュー。わずか4ヶ月後の8月には、イングランド代表との親善試合に向けた、チェーザレ・プランデッリヒキール、A 代表に初招集されたが、この試合では、出場機会は巡ってこなかった。 A 代表初出場は2013年3月21日のブラジル代表との親善試合で先発起用された。しかし、この試合では2失点に絡んでしまう A 代表デビューとなった。続いて行われた3月26日の 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選対マルタ戦でもデシリオは左サイドバックで先発起用されアウェーでの0から2の勝利に貢献した。 2013年6月、コンフェデレーションズカップのイタリア代表に選ばれ、グループリーグ初戦のメキシコ戦に先発出場した。国際 A マッチ39試合で得点。ありがとうございます。